それでは続きまして、映画ドロステの果てで僕ら、これはヨーロッパ企画さんの、あのヨーロッパ企画っていう劇団がいるんですけど、その映画作品です。すごいですよね、劇団で映画ね。えしかも劇団員、その前ヨーロッパ企画の作品が映画化しているのは他にもあるんですけど、そっちだとあの、まあ、売れてる俳優さん、女優さん起用されてたりとかしてて、でもこのドロステの果てで僕らっていうのはちゃんと劇団員がも出演、劇団員が出演していて、上田誠さん脚本で山口純太監督が出てます。でハウリングっていう約8分の動画が Unext でアップされてて、でそれと似ているというか、まあ、ほぼ同じ内容で他のキャストで、このドロステの果てで僕らっていうのは長編映画版になってます。なのでより凝った内容になっていて、でもまあ内容は似て同じ、ほぼ同じで、2分後の自分がテレビから話しかけてきて、でそのいろんな事件がちょっと巻き起こっていくっていうお話なんですけど、これにご出演されてる朝倉亜希さんっていう女優さんがいるんですけど、私朝倉亜希さん女優さんすごく好きで、昔ドラマで止め跳ねっていうドラマに出てて、その時からあーすごい女優さんだなと思ってて、で7つの会議にもあのご出演されてたりとか、ほんとなんか綺麗だし透明感もあるしすごく素敵なんですけど、お芝居がめちゃめちゃしっかりしてるんですよね。私もあんな風になりたいなって思うんですよ。なんか普通の役って一番難しくないですか？なんかどこにでもいそうな女性を演じる、でもちゃんと自分その人でみたいな、役のその人になっててみたいな、なんか何にでも対応できる女優さんなんですよね。羨ましい、うん、すごく素敵でした。はい、ドロステの果てで僕ら面白かったです。笑えるシーンもあるし、うん、その2分後っていうのがいいですよね。その短い分数の間でいろいろ巻き起こっていく。でやっぱりでもその2分後2分後が繰り返されるので、2分後2分前2分後2分前っていう、だからこうやっぱちょっと自分の意地悪な部分がちょっと出ちゃったりとかするんですけど、あの時このタイミングで振り返ってるとか、あの時このタイミングで瞬きしてるとかっていうのを本当にちゃんと2分後の、あのテレビの中でもそれやってるかなみたいなの見ちゃったりしますよね。でも結構ちゃんとなってたりとかしてたからすごいなって思いました。大変だっただろうな撮るの、うん、思いました。おすすめです。